皆さんこんこにちは、戸田和之です。ヨーロッパに来てもうの日目に入りましたで今はもうマンチェスターに戻ってきて今夜、えっと、行われるマンチェスターシティ対トットナムホットスパー、えー、チャンピオンズリーグのセカンドレーグを見ることになってますけども、えー、昨日はスペインの方、バルセロナの方に、えー、足は運んでいまして UC バルセロナとマンチェスターユナイテッドのセカンドレーグを見ていきました で今回あのイングランドから始まり、えー、スペイン行ってでまたイングランドスペインって形になるんですけど、えー、試合を見るだけじゃなくて、えー、少し研修的なものも受けさせてもらいながらトップレベルの試合を見てますけどもまあ、非常に、えー、刺激になっていますで勉強になることも多いですし確認できることもありますしとても有意義な時間になっているのでまた帰国してから、えー、まずは自分の仕事として皆さんに良いものが お返しできたらなと思って今一生懸命時間を使ってます楽しみにしてくださいで昨日は昼間にそのいわゆる研修ごとを受けた後にカンプの方に足を運びましたけど ファーストレグは0、えー、ロ1ユナイテッドの敗戦とでその試合は後ろは5枚、で前はルカクとラッシュフォード非常にあの積極的な強いプレッシングも見せたんでバルセロナのうまさも光りましたけど時にやっぱりこうキーパー含めてうまくボールがこうから、えー、前進させることができないので、まあ仕方なく蹴って逃げるという場面が出るぐらい。 あのマッチスタイナイデッドもよく守備から入って、で実際にあの惜しい場面も、まあ、例えばダロトのヘリングのシュートの場面だったりとかっていう決定機もあったので、まあ、惜しかったなという見方がまずできるファーストレグだったかなと思います。で、バルセロナサイドから見ると、基本的にはボールをしっかりコントロールする中で、ある程度は、えー、ゲームを支配したんじゃないかなと。で1フ目の場面なんかは まあしっかりボール前進した時にメッシーがルフィ賞のマークをうまく裏返す形で飛び出したり、まあ、その1つの動きに対して全体の反応があったりやっぱりそういう意味ではメッシーがどこにいるかで彼がどういう形でボールを持つかで全体がかなり変わってくるなというのはあの試合でも顕著だったと思います。でそのメッシが結局前半の途中に鼻を痛めてそこからやっぱり動きが落ちたなと。 で、そういう中で言うと、ボールをやっぱりこう保持する方向に少し全体傾いた。もしくは、まあ、スケジュールもタイトだ。でその中では、えーまあ、できるだけそのエネルギーを使いすぎないっていうところと、まあ守備から入るっていう意味で右サイドバックはのおそらく攻め度にしたと思うので、もう少し僕は攻め度が高い位置まで出ていくと、相手の守備がかなりこう右に、バルセの中だと少し左に偏る形の立ち方になっていたので、まあ右に入り出した、例えば <laughs>、 え攻めとかブスケツが折れて3バックになった右のピッケがもう少しフリーで持ち上がるともっと深い位置までいけるかなというふうには見えたんですけども、まあ、改めてあの自分がそのゴール裏から見た試合じゃなくて映像で見たときにはゲームをコントロールできるようにも見えたので、まあ、その中で無失点でなおかつ1点取ってホームに戻ったという意味ではあの結果としては十分だったのかなというふうには感じていますでそこからあの昨晩のセカンドレグに入りますけど、えっと、変更点とするとマンチェスター・イネルォ4バックに変えました でその中で、えー、マルシャルをおそらくスタートのポジションでいうとラッシュフォール10番、11番がツートップで,でリンガードがトップ下で守備の時はブスケツを見るとで中盤がフレッジマンの中左ポグバーマクトミネが右という形になると思うので,でその中で右のサイドバックのところが今回はリンデレフだったとでルークショーが出場停止だったので、まあ、ヤングが左側に回る。 それでは右サイドバックも基本的には堀さんはしませんし左は基本的にマルシャルが張り出すところに対してはそんなにこう出ていく形がなかったのでもちろん点を取って勝たなきゃいけないので少し全体の配置を前気味に変えたと思うんですけどもその中でも守る人はしっかりこう、まあ、例えばコーチーを見ましょうというところもあるんでしょうしアシュリー・ヤングはやっぱりメッシュですよね。 メッシュのところをしっかり見なきゃいけないというところからゲームに入ったかなと、まあ、そんな中でも最初に決定機作ったのがマンチェスター・ユナイテッドでしたしブレッシングもかなりはっきり強めにあのかけていったんで、まあ、まずは1分にあった決定機をやっぱり決められていたらなというところはあったんじゃないかなとでこれ青がマンチェスター・ユナイテッドということで今見せてますけども、まあ、一度左に入り込んでキープしたときに まヤンからフレッチにボールが出ると。で、ここに寄せてきたのが、まあ、アルトゥール。で、ポグバについてたのが、ブスケツ。で、ラキティッチは少しカバーリングが入ったんで、まあ、前出てきたんですけど、ワンタッチの縦パス入った時に、良い形でポグバが、3人目の形でサポートができたんで、まあ、ブスケツもラキティッチもちょっとマークが取れない形で、前向きな状況を作れた時に漏らすことが、 ラングレのサイドからピケの背後に出たんで、まあ、ドンピシャのタイミングでスルーパスが出たと、まあメガグにキーパーと1対1の場面が作れたので、で僕はあのこちら側のサイドの2階席の上で見したんですけども、も、まあ、決められていたらなという、まあ、決めなきゃいけないなという言い方もできるんでしょうけど、まあ、結果的にあのポストにボールが当たって、バーか。あこの もう一つ序盤に大きなチャンスがありましたね1分15秒ぐらいですか、スアレスに出たボールを、まあ、スモーリングうまくカットして、デヘア、デ、まあ、ヘアからヤングで、ヤングに対しては、これラキティッチです、すみません、分かるです、ラキティッチが出て、ボクバー、ボバはやっぱりそういう意味ではボールをあの自分で収める力があるので。 まあ、ブスケツとセルジュ・ロベルト2人来たとでここで、まあ、キープしたときに一度返してあげてでそこからまたヤングから縦にボールが入るとリンガードが少しボール材イド顔を覗いてここがもう2対になってますからねでこちらがラッシュフォードがいてで動いたところにやっぱボールがうまく入って1つ奥に入ったときにこの内にこう入ってくるサポートのところが、まあ、序盤の最初の決定機のところも フレッジ、リンガードに対してポグバ、角度つけてっていうところは非常に似ているなとそういう意味ではしっかり角度つけて一つ前に出てすぐサポートするっていうところはうまくマンチェスタイナーだったら作れたと思いますしここで内側に入ってたらあのリンガードのところにうまくボールが入ったんでこんな感じでまあ急いでセンターバックも戻りますけどその時にマクトミネが出てきたとまあル列であれば絞らなきゃいけないんで まあ個人的にはここ,ここにボールがもし通ってたらワンタッチで。多分間に合わなかったと思うんですけど、ちょっとあの、出しての方がおそらくそこを見て、まあなかったというか決断ができなかったんですよね。まあボール外行ったんで、ほんと。そこからまたあの、ワンタッチでボールがここまで来たので、まあこれも蹴ってきて言っていいんじゃないでしょうか。まあ非常にこう流れがあったんですけど、 ちょっとコントロールが、まあ、乱れて戻ったラングレーがクリアと。マンチェスター・イレーテは序盤に2つ、まあ、ビッグチャンスがあったので、まあ、少し左にこう寄ったところから、えー、攻撃を仕掛けるもしくは <laughs> 斜めのランニングだったり飛び出しというところを左から作ってとっていうところを感じるような攻撃で2つ序盤にチャンスを作ったなというところが非常に印象に残りましたね。だここをバルセロナはむし まあ失点せずに切り抜けられたというのは最終的には大きかったですしまあユナイテッドの方が明確にこう点を取りに行くっていうところが出たまあ序盤でしたし実際にいい形が作れたと非常に惜しかったと思いますであとはこの試合でいうとまあ少し序盤にこうマンチェスター・ネイルとか先に仕掛けたんでまあこのあとバルセロナの例えばビルアップのところ もしくは守備のところっていうところに目線が、もしくはマンチュスアイナイテッドのプレッシングっていうところも出てくるんですけどでブスケツはまあファーストレグでも少しポグバにまんまく意味疲れて結構動いてましたけどこの試合は先に降りましたねでおそらくはまあ彼のところにリンガーノがついてくるっていうのをまあ11番10番まあ14番このセットで考えた時にまあ2センターバック トップしたっていうところを、まあ、この形でマンチェスター・ユナイテッドがマークするっていうのは多分僕は想像したんじゃないかなと思いますし、まあ、先にそういう意味でははめ込まれる前に先に降りたんで、まあ、この形から今度マンチェスター・ユナイテッドがどのように守備をしていくのかなっていうのと、まあ、バルセロナがどのようにボールを運ぶのかっていうところが、まあ、個人的には非常にこう。 試合の見るポイントのかなりこう <laughs> 上位の方にきましたし、まあ、ブスケツを見るっていうところの役割でいうとリンガードがどうするのかなっていうところも見つつ、まあ、あとは基本的に少し、まあ、完璧なマンツーマンとまでは実際にはいかないですけども、うん、結構人を意識するところがあってでこの試合でいうとホームがピケなんですね。 まあ、ピケに対してここがマルルシャルですでそうなると、まあ、ト,トップ下がブスケツのところに降りてラッシュフォードが、えー、ラングレーでピケのところにマルシャルなのでそうすると、まあ、ポグバーが少しセルジー・ロベルトのところまで狙っていくっていう形が、まあ、試合通して多かったですかねでバルセロナでいうと基本的にメッシは、まあ、フリーです まあフリーなんですけど、春というよりは中、もう少し <laughs> 試合の展開を見ながらポジションを探す。この形が少し序盤から続いたポイントかなと思います。で、バルセロナの方は、えー、基本的にはすごく僕は落ち着いたんじゃないかなと。まあ、プレッシャーがけられて慌てて蹴る、もしまあ、ファーストレグみたいにキーパーまで下げるんだけど、次の出だしどころが見つからなくて。 え蹴って逃げるっていう場面はまあほとんどなかったかなまあなかったですねまあその中でやっぱりブスケツがまず降りたとで後ろを目がくり3枚にしてあの前進を図るっていう時にまあ非常になんでしょうキーパー含めてまあ冷静にあの相手を見ながらやっぱボールを動かしたなとまあじゃんけんでいうと後出しみたいな感じになるんでしょうけどもまあ自分たちがもうこの形を取る。 で相手が出てくるで先に自分たちのポジショニングがある程度はベースは決まってくるので,でポイントで言うと、まあ、メッシュは張らないのでま内、あ、に入ってくるとでここをヤングが見るのかどうかっていうところと、まあ、左のコーチ・インがちょうど、まあ、ハーフスペースっていう言い方で正しいと思いますけどでラッシュフォードが前に出るんでここが空くとジョリ・ラルバが空くと。 配置に、まあ、上からは見えたので、まあ、この中でどうするのかなと思いましたけど、まあ、例えば5分か、まあ、ピケから手足低減、手足低減からジョリアルバムで、まあ、そうするとどうしてもここはマンチェスター・エネレッドからするとここまで、例えばこの縦のジャンプするような縦スライドでのプレッシングは、 えー、マンチェスター・ユナイテッドの方は採用してなかったので,で、これ実はバルセロナになるとセルジュ・ローベルトは後半に2つ非常に素晴らしい、まあ、縦スライドでカットするところまで、まあ、前線の守備に対して反応するんですけど、ユナイテッドの方はそれはなかったと。それとはまあ試合の序盤にまあ2つ決定機作られて、まあ、その中で少しデリケートな入りに見えたんですけど、まずブスケツが降りたと。で、降りたものに対して、もちろんラキティッチと、まあ、アルトゥールと。 もちろん飯も入ってサーレスは基本的にー <laughs> センターバックのところで、まあ、ラインを押し下げるかそこからタイミングよく顔を出すというところが非常に光ってたので、まあ、この形ができた時に、まあ、ユナイテッドの方が、まあ、自分たちの,そのタスクのところを考えて、まあ、ある程度はその捕まえに行くプレーは見えたんですけど逆にバルセロナの方が非常に。 まあ冷静にできたのかなと。で実はこの形ができた、えー、まあ一番最初の場面ですかねだか3分なんですけどこの場面は1回あのマンチェスター・ユナイテッドがボールを取りましたピケからセルジ・オ・ベルトノベルトからメッシでメッシからもう1回下げるっていう形で。 前進ができなかったと相手の狙ったような形でボールを動かす形になってメッシのところが実はアシュリー・ヤングにガツッと来られてボールをロッシュ出したんですねここがまあきっかけになって次の展開はっていう時にまあ早速テラス制限からジョルデ・アルバのところまで飛ばすボールが出たのでまあ1つ目のこの3分 まあついていったところに入れ込んでこう捉えたという場面があったんですけど、まあ、このあと結局バルセロナはまあ同じようなことはもうしなかったですしでこの外外の周りのようなように例えばキーパーからもゴールに1本持っていったという話をしましたけど、まあ、こういうところで少しずつ少しずつ相手の守備をまあ剥がしたりもしくは止めたりというところでまあ試合を進めるようになった時にはこのブスケツが降りるという形をずっと続けたので。 まあそこに対して今度ユナイテッドどうするのって形にはなりましたけどなかなかボールをこう奪うところまではやっぱりいかなかったなと、まあ、そういう意味ではここのスタジアムは本当にまあ特別だなっていう雰囲気がまずありましたし、まあ、芝生もとてつもなく綺麗で、まで、あ、水も撒いているのでよくボールも走るし、まあ、そういう中では序盤にかなりチャンスを作って守備でもいいところは出したんですけど、まあ、それ以降はなかなかマンチェスターユナイテッドの方は 相手のボールを奪える形までいかなかったなというところを感じました。で、10分に一度 PK がありましたね。まあ、飯からコーチに、まあ、胸で落としてラクティって言ってると、まあ、結局そういう形で少しずつ少しずつ敵陣までボールを運び始めて、まあ、チャンスを作ったと。で、VTR 見ると逆に VAR が入ったら PK かなっていう思うような、まあ、高さに足を上げていたので、ちょっとあの、何でしょう。 個人的には不思議な判定にはなりましたけど、あそこであの失点をしなかったっていうところが、ユナイテッドからすると望みをつなぐ形にはなったんでしょうけど、全体の流れはそこほど変わることはなかったので,で、そんな流れ、結局15分に16分か、バルセロナが先に点を取ったと。実ははここはあのメッシの素晴らしい ゴールっていうところはありそういう意味ではやっぱり何でしょうね例えばブスケツ <laughs> ラキティッチアルトゥールもちろんメッシがとてつもなく素晴らしい選手だっていうのは昨日の試合を見て僕も改めて確認はできましたけども、まあ、そこにしっかりやっぱりボールを届けられるために誰がどんなことをしているのかっていうのを、まあ、俯瞰した視野で見た時に。 もちろん手足制限のキックも素晴らしかったし、ピケの冷静な、まあ、ドリブルからのパスも素晴らしかったですけど、まあ、ただ単純にやっぱり、その運動量、ポジショニングもそうだし、運動量もそうだし、連続した守備もそうなんですけど、まあ、この得点した場面でいうと、ア、まあ、シュリー・ヤングのところまでまず出たのが、まあ、ラフティッチやったんで、でメッシはこのにちょっと後ろにいたんですけど。 まあヤングからするとメッシュが来るかもなっていうところをまあ感じたんで少しボールを受けたようには見えましたけどねでそこからまあポブバーに出て結局、ここに、まあ、メッシュが寄せて下げてで蹴って当たるみたいな感じになりましたから、まあ、マンチェスター・ユネイレットからするとやっぱその後ろからボールを運んでいくプレーっていうのはなかなかこうデヘア含めて2センターバック まあ、得意ではないところだったと思うので、まあ、中盤にはフレッジもしくはポグバみたいな自分でも運べますしテクニックある選手も揃ってるんですけどバルセロナとマンチェスター・ユナイテッドの決定的な違いはまあ、最終ラインとキーパーのディストリビューションの能力もしくはチームとしてそれをずっと取り組んできてるか否かっていうところだと思いましたでそういう意味ではあの、まあ、全体の配置もそうなんでしょうし最終ラインが フリーなんですけど、もう少しドリブルで運べたらな、もしくはボールを動かしながら相手を引きつけられたらよかったなっていうところが、やっぱり随所に出たんで、まあ、ここもそういう意味では、まあ、僕はのもちろんボールの受け方も、まあ、自陣で相手を背負うっていうところは、まあ、絶対的なフィジカルの自信があってのことなんでしょうけど、で結果的に下げられたところで、まあ、例えばキーパーまで下げれば。 また違う選択肢ができるかなっていうぐらいの状況には見えるんですけどそこまでスアレスがこうフィール・ジョーズのところを狙っているようにも見えなかったのでただそれがなかなか <laughs> 判断としてはできないもしくは常日頃からそういうプレーをしているわけではないっていうところが、まあ、両チームの大きな違いとしては出たと思います、まあ、そういう意味ではまあブロックしたボールがフレッジに転がってもう一回ヤングっていうところでヤングポグバーヤングでそこから まあデヘアもあのボールサイドに寄ってあげればですね、もう少し寄ってあげたら、多分もらって、そこからまあ遠くに逃げる、もしくは開いたセンターバックからプレーをし直すってことはできるんですけど、映像を見ても、デヘアはやっぱりもう前に蹴れという、ゴールマウスの幅あたりに立って、もう前に蹴れよっていうジェスチャーをヤングにしてるんですね。そうするとボーールルに近いセンンターバックののフィルジョンズも体の向きは ゴール方向なんでもちろんヤングとしてはボールは出せませんしただ実はフィル・ジョンズはデヘアに出せというジェスチャーをしてるんですけどデヘアは前に行けるとだこれは後ろ向きでボールを持ってるヤングからすると相当難しい状況になりますね情報があの違う情報が同時に彼のところに寄ってきましたから自分の体の向きは自陣のゴール方向を向いてるので敵陣方向の,あの景色は見えないと思いますしだそういう意味では自分で何とかしなきゃいけないな まあ、クライフターンをする感じで左足で蹴ったとそこはしっかりラキ,キッチが狙ってブロックをしたので皆さん映像で見た通りなのでしっかりメッシーが反応してヤングからかっさらう形になってこうですねで、ね、まあスタンドから見るもここでボールをメッシー持ったカットインからシュートになるなっていうのは、まあ、自分だけじゃなくてほぼそのスタジアムにいた人は 100想像したと思います。で、フレッジも非常に早い寄せをしましたけど、ま,あ、まず股抜きをしたと。まあ、こういうところが、もちろんカットインあるけど、縦もあるっていうところで、まあ、うまく相手の逆を取った形になるんでしょうけども、でも基本的に右でボールを持ったら内側に入ってくるメッシっていうところが、十中八九頭にあってもまあ取れないという、まあ、相手の足の出し方、まあ、ポジションを見て股抜くっていうところもうまかったですし。 まあ、あとはもうメッシがカットインした瞬間にスアレスが抜けたんでだ瞬間的にあのスモーリングはつられましたね、ぎっとだその瞬間にカットインをする形になったんで,でそこからまたスモーリング寄せましたけど結局スモーリングの外側をボールが。 ゴール方向ににかう形になっって決まったとこうですねすごい起点の聞いたあのラキィッチの守備から始まったものがまあそこにまた結局メッシの素晴らしい能力ともしくはスアレスの動きによるアシストみたいなところもあり今バルサが点を決めた。 これが結局、序盤にマンチェスター・ユナイテッドが非常に攻勢をかけて、なおかつ守備でも結構具体性のあるもので、良い場面を作ったんだけど、結局、バルセロナ点取ったかという、まあ、ところまで行きましたから、まあ、これで2ゼ0と、まあ、これは相当、マンチェスター・ユナイテッドは厳しくなりましたし、まあ、大事な試合でしっかり点を取るメッシュという選手はやっぱり偉大だなと、やっぱスタジアムの総立ちになりましたんで、まあ、僕ももちろん立ちましたけども。 非常に重要ななゴールを決めたとというところはありましたでここから結局また3分後ですかまたバルセロナが追加点を決めたと、まあ、実質ここで試合は終わったと思うんですけど、まあ、なかなかやっぱりこうボールを自陣から敵陣まで運んでいく時にマッチェスタネットがうまいことができなかったんで、まあ、後ろでボールは持てるんですけど少しずつ少しずつ。 しっかり相手に寄せられたときに、まあ、まず自陣でボールをロストしたと。で、しっかりあの、アルトゥールがボールを保持して、相手引き付けてブスケツをフリーにしてくれたっていうところが、まあ大きかったですよね。そうすると、まあ配置が、スアレスがいて、メッシュがいて、フレッチ。まあ、ほぼこんな幅でしょうか。もうこれ消しますね。 で基本的にプレーするときは後ろを3枚気味にまあバルセロナしてたんで、チケと、まあ、ブスケツがボールを持ったと。で結局、少し門になってるところに縦パスがブスケツから入って、だこの一度が良かったですね、コーチーニョに対してのジョルであれば。入る人と出る人が、非常にバランスが良かったと思いました。でしっかり あの相手のプレッシングに対してはまあずれを作ってまあ縦パスが入るような形を取ってでコーチニョによボールが入ってまあ前を向くんですけど入った時にやっぱりこちらが気になるんでしょうね。リーンで前出られませんでしたからまあコーチニョ前向いてドリブルで仕掛けてだからこの攻撃は実はあの形になったわけじゃないんですけどしっかりフレッジが。 スライドしてボール取りましたからね取られたボールに対して非常にメッシュの反応が早かったので、まあ、ここで奪い返したとだそういう意味では、えー、っと全体の配置が良くてボールが前に入った時にまずコーチンのところで優勢が取れて仕掛けたんですけど、まあ、あの前を向いたけどシュートまで行けなかったところに対してメッシュがしっかりサポートをしてくれてボールを奪い返してくれたというところがやっぱり僕は大きかったんじゃないかなと。 当然あの攻撃をする中で守備のバランスってことも大事にはなるんでしょうしで一度の攻撃でシュートまでいけることも基本的には稀だと思うのでそういう中ではしっかりフォローアップしてコー一には仕掛けたんで相手が奪いましたけどもそのこぼれ球をメッシュが拾って今度、右足でシュートを決めたもちろんデヘアのミスってことにはなると思いますけど全体としてしっかりボールが運べるようなまず時間をアルトゥルが作ったりでその中で ブスケツもしくはラングレーがポジションを取りでブスケツがボールを持った時にはコーチンの方がウイングポジションから内側に入ってきてそのタイミングでしっかりジョン・リアル・バが出てくるとそこに対してはなこう下がるか出るかっていうところがもちろん内を閉じる前出る下がるっていうところの考える時間を与えなかったんだと思いますしまあその中ではいい形で。 ちょうどライン間でボールが、うちのがまずもらえたっていうところは大きかったですしね、だそういうところをしっかり環境をまず作るっていうところがバルセロナは非常にうまかったんで、なかなかマンチェスター・ナイレットのボールの奪いどころがもう作れないなというところがあったと思います。この得点決まっても、基本的にトータル3-0ですから、<laughs> まあスタジアムの雰囲気含めて、試合決まってしまったかなっていうところはありましたし、 まあその中でもユナイテッドの方も前半もかなり諦めることなく前に出てくる姿勢は示したと思うんですけどなかなかこうボールが高い位置ではまず取れないとまあ取れない中でえっとバルセロナの方はしっかり中盤でボールを持ちながらまあ特に守備になった時にちょっと気になったのは僕はポグバのところですかね まあ、能力としては抜群に高いと思いいます高いですけど少しこう前を覗くのが早すぎるところがあるので,で大体そこにはメッシュがいますし、まあ、メッシュのところをアシュリー・ヤングが早めにつくと基本的にまあ3枚になってるので、まあピケがいてセルジュ・ロベルトなんでセジュ・ロベルトが出てくるっていう、まあ、ポグバが出ればメッシュが空きますしメッシュにつくと結果的にセルジュ・ロベルトが空くっていう、まあ、こういうところは非常に バルセロナこう全体としてまずポジションをしっかり取った時に相手がどこに出てくるのかっていうのはよく見えてるなという感じはしましたんでこの流れでいうとえー、っと23分かメッシがポグバの背後に入ってでセルジー・ロベルトは外から飛び出すんですけど、まあ、そこに結局は アルトゥールからボールが出たけど抜けちゃったっていう場面もありましたがまあしっかりそのどこのスペースをでも取れるような位置関係にはなったと思うのでメッシが開けばメッシなんでしょうしまあついてきたから外なんでしょうしそういうところをしっかり見た中でプレーがすごくできてるなということを非常に強く感じましたがね。で34分にも まあ、ゾーン2でアルトゥールからラキティッチっていうところが実はあってもうそれもポグバが少し前に早く出過ぎてしまったんで、まあ、その背後をラキティッチがしっかり取るとか、まあ、基本的に後方が少しフリーな中で、えー、ボールを落ち着いて動かすんですけど、まあ、あとは自分たちのポジショニングがある程度決まった流れ今度相手の出方が見られてるはずですから、まあ、食いついてきたらその間とか、まあ、脇とか、まあ、そういうところをしっかり見ながらプレーが本当にできてたらと思うんで。 ここもまあ34分の場面だと少しアルトゥールが自陣方向にコントロールした時にポーバーが前に出たんですけどもその瞬間にラフティッチがポーバーの背後にヒュッと入ってアルトゥールからボールをもらったりしてますからでまずはやっぱりこ自分たちのポジションがある中で相手がどこに動いてで空いたスペースをゴール方向から順序を決めて取っていくようには見えましたんで一番いいのは例えばフレッジの脇なんでしょうし。 まあそれができなければポグバの少し手前なんでしょうしというところを非常にラキティッチなんかはよく見ながらあのプレーができていたと思いますの試合はあの守備になった時に基本的に前半は特にメッシが 4−5−1 になった時にここ最近は基本的にずっと守備の時は4四4 2にしてメッシースアーレス前残りなんですけど、まあ、監督からの指示があったのか分かりませんけども。 しっかりここまで戻るっていうしかもスプリントで戻るっていう場面も結構見られたんでやっぱり非常にモチベーションが高かったんじゃないかなというところは感じましたし、まあ、メッシがやっぱりやってくれれば、まあ他の選手の負担も減るので、まあ、そういう中では非常にこうチームをパフォーマンスで引っ張るっていうところはメッシから僕自身が非常に強く感じましたね。あとは先ほど言ったその 自陣からこう前に出ていくプレイでいうとまあユナイテッドと少し前が3枚気味になりますで後ろが4ですとで中盤がこういう感じですねでコーチーニョでメシとだブスケツからラングレーまあもうこの形がおそらくできた時に か彼ららはどうやっててボールかかのもう解決策は見えてますからで僕ら上から見てるともちろん誰が空いてるかっていうのは分かりますけど例えばコーチーニョンが常にリンデフの少し内側のポジションを取ったりするのでセンターバックの方まで行けばあんまり近接にひょっとしたら出るんでしょうけどここが出られないとそういう中ではまあラングレーがボールを持った時にしっかりなんでしょうね アルトゥールも顔を出すんですけど一つ奥のパスコースが消えないような立ち方ができているとこれが結局同じライン上に3人並ぶと、まあ、1人消えることになりますし、まあ、奥の小オコウチーにパス出す場合はもう浮き玉しかないんでだこういう微妙なところがきちんと同じパスラインに入らないっていうところが随所にバルセロナの方はできてたと思います。 この場面でいうと、まあ、顔を出したコーチニョのところにラングレからボールを入れてジョルディアルバの方にしっかりパスをついでプレッシングは回避しながら前進するというところまで行ってますから,からこういうところは本当に、まあ、ロンドンもしくはもちろんパスゲームの中であの鍛えられている部分だと思いますけどまあいろんなトレーニングの中でやっぱりその角度をしっかりつけるとか体の向きを作るとか。 あとは顔を出すタイミングに対して的確にボールをつけてあげるとかっていうところもありましたしあとは前半の本当最終盤ですねあのセルジュロベルトがシュート打って当ててしまったっていう決定機の場面ありましたけどあそこも基本的にそうですねあの自陣からしっかりボールを運んでいくんですね。 これもブスケツが真ん中に降りてでラングレーの方にボールが入るんですけどブスケツから少し開いたラングレーのところにボールが出るとちょっとだからこの時のユナイテッドの方も陣形がちょっと崩れてる感じはもちろんあったんで、まあ、ラッシュオードはこの時は少し高めの位置取ったジョルディ・アルバのところを見てましたから。 まあリンガードが2つ多いになったと。で、フレッジがいて、ここはマクトミニ。で、コーチーニョにリンデルフ。あと、ここですね。ここがちょっと同数になっていると。こんな感じか。だかこの辺が、まあ、やっぱりラングレがフリーでボールを持った瞬間に、まあ、例えばコーチーニョが少し引っ張ると。 引っ張った瞬間にはもうスアレスが顔を出していると。で、実はここに入ったボールに対してスアレスは、まあ、後ろにメッシがいるのが見えてるので、狙ってオーバーをすると。で、そこにしっかりメッシももう反応してきてるんで、あとはもうフィル・ジョンズのところをしっかりブロックして、まあ、かわせばいいよねっていうところですね。ガッて抜け出したときに、まあ、一気に局面開きましたから。 でまたここに対してコーチニが斜めに入っていくとでそこに対してジョルディアルバが入っていくとで引き付けて引き付けてジョルディアルバに出した時に逆からセルジオ・ベルトは走ってきてシュートまで行きましたから、まあ、こういうところを見てるとですね、まあ、そもそもやっぱりそのまずプレッシングをこう真正面から受けないようなポジション取りができて で球が出せる選手が顔を上げたときに、まあ、近い選手が近,か近い場所にいたら、まあ、どいてあげたり、まあ、どいたところにしっかり遠い力が入ってあげたり、入ったときにでも一人奥の選手と関係ができてないるり、もしくは縦の場合じゃなくて斜めのボールが入るので、スルーしたときにディフェンダーに当たらないっていう、インターセットもされにくい、こういうところはすべてつながってメッシにボールがいったときに、今度はメッシが自分の能力を発揮して、まあ、フィル・ジューンズを見事に反転でかわして、 まあゴール方向まで行くっていうところまで行きましたから、まあ、これはもう明確な超決定機なんでセイジロベルト決めたかったポイントだと思いますけど、まあ、決めていればもう前半で3ゼ0ですからまあ終わってたなっていうところはあったのでまあマンチェスター・ネイテッドもあの奪いに行く姿勢は捨てずにあの守備には走りましたけど本当、ほんと綿密にもうしっかりポジション決めた中で、えー、ボールを例えば狭い方に誘導するとか。<laughs> まあスアレスのところを越えたとしてもメッシのところまでしっかり対応ができるような準備をするとかっていうのができないと自分たちが前に行けば行こうと後ろがやっぱり開く形になるのでまあこういう形で打開されてしまうなっていうまあバルセロナの,そのチームとしていかに効果的にボールを持って運んでより良い状態でビッグプレーヤーにボールは渡せるかっていうところがまあ例えばこの47分前半終盤のシーンだと見事に出たと思うんで。 まあ本当に素晴らしかったなとでいざ局面が変わった瞬間に両サイドバックがと共にボックス内まで入ってきたと、まあ、長い距離スプリントをしてるんですけどもそういうところも含めてまあ緩急の使い方前に出るタイミングの見極め方、まあ、こういうことも本当にレベルが高くて素晴らしかったと思います。